はい、どうもこんにちは。裏切りモンキーコングです。はい、というわけで、ね、本日もスプラトゥーンの動画を撮っていきたいと思います。今日の武器はこいつだ！ロングブラスターカスタム。はい。まあ、あんまり使ってるとこ見たことないからね。うん。使っていいっすか？いや、別にいいよ。俺から許可は別に。いいっすか？これダメとは言わないから。あ、ほんと？うん。いや、まあ、もちろんね、しかもね、結構見たい人もいると思う。なぜなら今回、ヤグラです。やっぱほぼ使ってないけどね、この武器。あ、ほんとに、うん、やっぱ、ヤグラでのブラスターってのはめっちゃ強いって言われてるじゃん。うん。それね、ちょっともう、検証してほしい。なるほど。そうなのかと。検証に至るまでのうまさがないから。まあ練習も兼ねてね、やっていきましょう。さあ、タチウオとショッツル。タチウオ、あ、でもどっちも強いのかな。まあでも逆にさ、うん、俺これほぼ使ってない武器で、はいはい、勝てちゃうようなら、あ、やはり強いんじゃないかっていう。ブラスターお手軽説が、ヤグラブラスターお手軽説がちょっとね、浮上しちゃうでしょ。ちょっとこれ、それはちょっとね、怖いね。でもブラスターってでもやってて楽しい武器なんで、かなり。いや、まあ楽しいのは楽しいなんだけどさ、うん、そこからね、どう、やっぱり連射力はないね、かなりロンブラはないね。そういう兼ね合いも意味でも、まあホットブラスターの方がいいんじゃないかみたいな場合もあると。あ、重いねこいつ。こんな重いと思わなかった。難しいかもしれないね、一発一発が。いや、ホットブラスターのイメージがあるんだよね、多分ね。うん。さあ、ただすげえ遠くから撃てるから、例えばそこからもう上狙いとか。絶対ここに立つ武器じゃねえんだよ。うん。もっと上の方で。うん。いやいやいや、その、なんなら、その、上が、あー怖いな、でも。前に出るのが怖いね、でもまあ、もちろん、一撃で倒せる武器ではあるんだけど、おー、いいね。迷わず代用して、あー、やばい。きついね。迷わず代用はでも強いと思うんですよ。ブラスターか、彼は。うん、ただまあこれ何もできなかったな。構成がさ、スプラッシュボムと代用なんでしょ、うん、その時点で強いからな。まあね、そう、構成がね、明らか強いからね、うん、ブラスターのくせにボムでも戦えちゃうっていう。お、うん、おー、いいね。あ、え、落ちちゃった。あー、いいね、見方が欲しかった。そのね、やっぱ一撃で倒すのももちろん大事だけど、とりあえずその傷つけとくっていうのがね、強いね。味方がどうにかしてくれるからね。そうそうそう、味方が倒しやすくなる補助武器と言っても過言ではない。さあ、進んでないね。あー、おおおお、いけ、もった。いいね、今の。やっぱ遠くだから逃げやすいんだろうね、戦場が。あー、むずい、これ。うん、それはね、やっぱ遠いからね。ラピブラの方が簡単かもしれん。あの連射力があった方が、まだ、ね、適当にやってもだって倒せるし、それその言い方やめて。あー、危ない。絶対倒す、絶対代用で倒すマン。あー、使った。代用バトンタッチした。さあ、ここから登って、でも近づくの怖いですぞ。ああ、むずい、ナバか、これはあかんな。近距離むずいな。いや、だからやっぱ遠距離生かすしかないんだろうな。ここむずいんだよ、遠距離。まあ確かに、あの、いや、ブラスターでもうまく使うんだよな、ブラスターの人はさ。うまい人はね、ちゃんとこの縁に立ってること多いな、ブラスターの人。はい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 。まあ、そっからだってそうやってさ、ヤグラ多分当たるでしょ。うん、それが強いからね、もうすでに。その2階からバン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 撃ってるだけでもう、なんならその台の上とか右のそいつ倒せるでしょ。当たるんじゃね。お、こうやる武器じゃねえかな、うん、ここまで来ちゃうの違うな、のこれやるのは。うん、なんならその下からこうやってベーンって撃って倒すみたいな。あ、うーん、あ、いやいやいややっぱ遠距離武器はな、違うな、全然。ああ、よく生きてんな、おい。よく生きてんな。危ないか。ノバー、なんだっけ、ラピか。ブラスター多いね、そうやって見ると。おいおいおい、敵に2人いる。はいはいはい。さあ、逆境が発動してますけども。止める位置が分からん。そこで止めれる、多分。いや、止めれんの、これ。わかんないのよ、使わないと。怖い怖い怖い。確かに、でもね、セオリーを勉強しないと。あ、え、遠す、近すぎたね、今ね。いやいやいや、あ、やばい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 。あ、いいね、その距離ですらカメラ撮ってるな。あ、いやいや、あ、死ぬ。あ、まあでも戻ったからいいか。いや、むずいな、これ。むずいむずいむずい、こんな難しいと思わなかった。もっとお手軽武器かと思ってた。いや、ロングはね、むずいと思う、やっぱ遅いし、連射が。ホットブラスターの方がまだ。さあ、
いいね、探り探りだね。久々なんじゃないのそんな動き。おーいよ、止めてとりあえず。だからノバに勝てないね。だからその近づいちゃうと、まあ当たり前だけど、それがきついな。それとか倒すんじゃないですか。いや、そんな飛ばなくても上から行けそうって今そこから届くしよ。あ、いや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 、いやらしい。そのやっぱ当たる、当たれてたね。めっちゃ普通に遠くからランダ戦左落ちた、まずい、これはまずい。矢倉ですからね、これはまずい。あ、あ、あー、これは行っちゃうか。止めて蹴ろ、いいね。あー、3人来た。あーあーあああ、これはね、ドンブラきついね。乗らないと。奪った、このまま持ってこれないね。ふぅ、むずい。ロングはむずいね。むずい、ラピノ簡単だわ。いや、立ちようむずいわ。まあもちろんね、やっぱ高低差があると。もうちょっと開けてんなら、ショッツルは多分もう一個よ。今ショッツルだけどさ、ショッツルいけそう。ショッツルはいけると思う。お、見せてもらいましょうか。ロングの部分まだ活かせてないからね。ブラスターの部分はいいけど、ロングを活かしていきましょう。あ、もうチャージャーが必要なステージは、チャージャーが、チャージャーが欲しい。ネギトロとか。あー、なるほどね。うん、あの上から見ててほしいみたいなね、うん、はいはいはい。さあ、構成はチャー1、まあでも悪くないんじゃない。相手チャー2、相手チャー2だし、しかも味方には大王持ちが。逆にこのチャー2の時、敵が絶望を与えないとな、うん、ああ、チャー2に なったら終わりだって思わせないと、うん、まあ思わせたところでははびこるからな。ああ、チャージャーが、うん、いや、まあ、ね、チャージャーやっぱ楽しいから、楽しいからね。おお、いいね、今の動き良かったね。あ、そのそれもいいね、味方と合作。おお、うん、でも衝撃か。なるほどなるほど、まだ進んでますよ。あ、いいチャージャーだな、おい。あ、味方が、こっちのチャージャー、おい、分かってるチャージャー。うん、分かっちゃー、いいね。この乗ってあげる、このチャージャーを守ってあげないとな。うん、乗ってくれてるチャージャーを守って、で確保しておくと、どんどん乗ってって。ああ、いいね、なんか見てるな、それ。さあ、ああ、いる、うーん、使うべきです。いいね、ガガ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 。うん、まあまあ乗っとく、危ねえ、とりあえず乗っとくっけないな。うん、うーん、裏回って見られてきてるね。うわっ、ああ、いいよ。見てくれてる。地面に当たった時にカス当てになるんだね。 25% え、25かな、ダメージ。へえ、ちょっとペシャってなったの。うん、地面ダメージはまあないと思っていい。うん、あれ絶対やっちゃダメなやつだ。まあ要するに壁とか地面とかにぶつけちゃいけないと、うん、俺は下手くそだからやっちゃうけど、まあ、距離感が分からないとそうなっちゃうな。またな、練習しないと。気をつけて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 。うーん、いいよ、いいね、その邪魔っ気いいね。おおガチャって脳天に苦手ね。わー、バレた。見えてたね、潜伏してたね。うん、見てたね。20、まあ俺があそこにいんのおかしいけどな。ロンブラがあそこでね、うん、なんか倒してやろうみたいになってんのは、やっぱそういう地雷、地雷、そういう動きになっちゃうんだろうな。やっぱ常に近距離武器結構使ってるから。あー、乗った方が、あー、乗ってくれ。うん、一旦乗って止めて、うん、うん、うん、あ、近いあ、いいね。いや、むずいね、やっぱ近いとか近くねとかが。うん、うん、うん、ここの隙間入れないんだ。いやいや、だってどっちも、あ、どっちもつか、床がちょっと今、
青かったからじゃない床が青で塗ってあったから多分いやいや普通に狭いあ狭くてうん ここの隙間ねここへえ矢倉とあれでうん、うん、おお危ないさあまあ抑えることはできそうだねしかしこんなんだったけど今えいやポイズン当たってたから動けなかったんだポイズンだとさあのコンベア逆走できないできるけど進まないじゃない進む進むともうギリギリまあほぼ進まないって思っていいよなるほどうわあ横から来たなナイスああでも楽しみだいいね勝てないチャーニージャーやっぱチャージャー2つってのはなかなかやっぱそのチャージャー2人が連絡しちゃってんだったらいいよねいやでも勝てないあそれでもうんだって枚数少ないんだよ前のまあそうか戦ってくれる人が少なくなっちゃうのか抑え2人になっちゃうのかスタートいいね、攻めの代用になるじゃん、今日から攻め代うん33、32さあ、あと30秒どうでむずいやっぱそれは近いんだろうな、かなりいや、上手い人はでもあれ一撃取るからねまあ、うん、確かにないやでもやっぱ降りちゃうときついよそれは今のも一撃取れるんだよなうまい人はうん俺地面に当てちゃったもんなるほどね、まあ、見えてたし俺から基本的にとりあえずブラスターをしっかり練習した上でもっと距離欲しいなーってもっと距離あればなーっていう人が使うみたいな武器なんだねはいねまあでもやっぱそれは強いよ今のまあまあまあ、うん、あの安全地帯から撃ってるのがやっぱ強いんだないやあの位置もちょっと危ないからなもっと後ろうんでももっと後ろは届かないのようーん難しい武器だねむずいまあでもブラスターでも矢倉でブラスターが強いっていうのはちょっといやそれは間違いないと思う証明ができかけてるよほぼまあラス位置かなラス位置いくうんちょっとパパッと証明してみますうんやめるでもするよはいインターンシップが入ったインターンシップナイスかまあ録画してるしメールでうん25、26、27ちょうど8月うん、ちょうどかぶってない大丈夫なんかでもなんかかぶってたの多分大会は大会の MC あれは28だから大丈夫これは25、26、27どれかが3つかわかんないさてまあね、今日、まあでもやっぱ今日やって、今日しっかりできる。まあそれはね、それは分かってんだよ。それは分かってんだよ。ダメよ、それは。それは分かってるんだけど、うん、やっぱちょっと、やりたいって。うん。美味しいとこ。お、ハイドラ、ハイドラがいるのは美味しいですね。さあ、チャーちゃんがいますね。美味しい。ああ、ははは。顔でね。声じゃなくて顔で表現してるけど今の出来事のヤバさをあーいいねあーあーダメかうん、俺以外死んでた全員なるほどねいやーこれちょっと幸先が悪いよすごく悪いまずい初手でこうなるチームって、うん、勝てねえチームだからさまあその悪いかすると協調性が全然ないっていうとでもね俺がが強すぎてそこをうまく味方を助け味方に助けられの
関係が築けるといいですね。あ、いいよ。どっちで倒したんだ今。あれかな、ドンブラかな。さあ、いやー、そのうっ、おお、しかも俺倒してないの。あ、倒してる。まさかこれは。これは嫌な予感がするぞ。嫌な予感が。あーあー、これ、あー、むずい。超むずい。これはダメだね、やっぱ動く先に、うん、打たないとダメだね。もう要するに先読みでね。うん、いや難しいけどな、やっぱだ、その距離で戦う状況になっちゃってる。上手い人は多分もっと下がってるのかな。ドンブラがどこにいるかなって、覚えてないもんな。さて、うわー、あ、でも戻ってはいるけども、まあ塗り状況はそんなに悪くない。あー、ドンブラ今度、うん、今のはうまい。あ、これなんか怪しい。わかんないな、何が怪しいな、どういう動きなのか、うん、ちょっとね、案件、人外の動きをしてる場合がある。はいよ、合作合作。あ、いいね、ノバブラに対してね、やっぱ打ち勝ってる、その射程をうまく使う。そう、そのなんかそこで、そこら辺でなんかそのもっこりあたりで見てるの強い気がする。ああ、間に合うか、間に合わ、上、逃がしちゃう。下手くそすぎるだろ俺。今の大王下手くそすぎるだろ。あんまり、まあ大王もそんな常に使ってるわけじゃないからな。見えるか、こっち来ないな。うん、もうみんなそっち行ってね。あれあれあれれあれれれれ、すげえ遠くにいる。あー、おーい。見えてるかーいって。なるほどね。まあ練習かな。まあちょっと練習できないけど、うん、正直これは、あ、まあやるなら、しかも多分ホットブラスターからやってとかな気がするな。ブラスターに慣れてみたいな。やっぱ何個も何個も武器練習するもんじゃない。まあそれはそう、うん、もちろんゲームだ、めっちゃもう全部なんかもうカーボンで、あー負けない、あー負けないみたいな、若葉で、あー負けらんないみたいなった時に、うん、負けさせてくれ、ロンブラで、俺ロンブラ使うからで言うなら、まだよし、それぐらいの達人だったね。なるほど、やっぱそれにならなきゃ、そこに。そうね、うん、まあロンブラはまあこんな感じかって感じだな。まあ一朝一夕でやっぱ使える武器じゃない、立ち位置すげえ大事だと思うわ。まあもう完全に慣れないとね、その最長の部分がどこなのかを分かった上で、ここにいれば当たるみたいな、そういうの大事なんだろうな。まあホットブラスター、ブラスター系は全部そうですからね。うん、うんうんうん、まあでも、まあ、あ、ヤグラは強いとは思う、ね、やっぱり、うん、まあ、ヤグラでなんかね困った場合、勝てないし、でもヤグラでやりたいしってなった人はブラスター系を練習するのはありかもしれないね、うん、やっぱそのルールごとにさ全く違う武器を使うってのも良くない。例えば、あ、それはすごいいいと思うよ。あ、本当に、うん、エリアではスピコラ、うん、ヤグラではブラスターみたいな。いや、それはいいと思うけど、やっぱり限度あるから、武器はある程度絞った方がいいかな、うん、なるほどね、はいはいはい、特にまだ S プラス99とかになってない人は、あー、もうなって、ある程度慣れたらっていう、ね、うん、はい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 、わかりました、なるほど。というわけで、まあまあブラスターの状態で練習をできるときにしていきましょう、うん、ということで、また次回の動画でお会いしましょう、はい、さよなら。